河野大合戦。河野大合戦は、戦国時代に、下宇佐国の河野大城、現在の千葉県市川市一帯で、北条氏と里見氏をはじめとする暴走諸将との間で、戦われた合戦である。天文七年、1538年の第一次合戦と、永六六年、1563年と七年、1564年、 の第二次合戦に大別される。第二次合戦は近年まで同じ河野台で行われた二回の合戦を同一の合戦のものと誤解されてたために一個の合戦として扱われている。河野台城はもともと千葉市の分裂の際、幕張高田谷討伐に向かった大田道館が築いたものとされる。以後、下宇佐国の玄関口的な役割を果たすとともに、 暴走方面から武蔵国に攻める、蔡の共闘補の役割を果たすことになった。逆に言えば、政治的役割は、非常に、低い城であったとも言える。小学坊、足利正氏とその子の足利高本が風和になると、高本の弟、空前は原続して、足利義明と名乗った。義明は、下佐国高柳から、上佐国マリアツ武田氏五大当主のマリアツ。 信清によって、下佐国小弓に迎え入れられる。吉明が東北地方を流浪していたとするのは根拠のない俗説で完全な誤りである。吉明はマリアツ氏に加え、里見氏等に擁立されて、小弓久保と称され、小学坊や千葉氏と対立して、鎌倉占領を目指した。ところが、北条氏綱が台頭して、鎌倉や武蔵江戸城を占領すると、今度は、 義明と氏の関係が緊張することになる。ただし、この時期の氏綱の最大の敵対者は、大喜多に上杉家であり、大喜多に上杉家と同盟を結んでいた義昭が1527年には、氏綱と和睦すると、義昭に従っていた里見氏や丸や氏も習い、さらに半義民側にあった千葉島でが義昭に、従っている。その後、義昭が、里見氏や丸や氏の内紛に介入して、 江戸湾一帯にまで勢力拡大を図ると、宇治綱と義明は対立する陣営を支援している。それでも、大木谷上杉氏との戦いを優先にしていた、宇治綱は、義明との対立と和子を繰り返す関係にあり、それは、千葉氏、マリアツ氏、里見氏と同様であった、の中で、里見義隆は、家督相続の際に支援を受けた、北条宇治綱と一貫して強調している。ところが、 1537年6月に、マリアツ氏の内紛が再燃して、義明に追われて亡命してきた、マリアツ信孝、信康の所長を宇治綱が受け入れ、続く7月に、大喜谷上杉家の本拠であった川越城が、陥落すると、義明としても、北条氏の脅威を感じるに至った。同年12月に、千葉正種がヨシから離反し、翌1538年2月に、宇治綱が、 武蔵、下佐の国境にあった火西城を攻めると義明が主政の大多に上杉家を支援したことから、宇治津なと義明の対立は必死となった。さらに、小学坊、足利春氏、義明のおいも、義明や三内上杉家との対抗状、宇治津なと同盟を結び、この動きに千葉氏も交流した。一方、里見義隆はこれを機に宇治津なと決別して、 日焼け方についた。ここにおいて、義明は、宇治綱との戦いを決意する。1538年10月、義明は、里見義隆、マリアツ新王楽に一万を従えて、河野大城に入った。一方、宇治綱も、着難、宇治安や弟の長綱二万の軍を率いて、江戸城に入った。小弓軍は、軍に似て、 江戸川を渡過する北条軍を撃つことでは合意した。だが、己の家柄と武勇を過信する義明は、足利将軍の一族に本気で弓を引ける者など、いないと考えて、自ら出陣して上陸した敵を撃つと主張して、渡過中に敵を殲滅させるべきだという里見をしたからの主張を退けた。これでは勝利は、おぼつかないと考えた義高は、義明を助けて、 敗戦の巻き添えを食うよりは吉秋を見殺しにして、その空白域に勢力を伸ばすことを考え、主戦場になるであろう。松戸方面ではなく、その裏道、大路として利用可能なである。市川傍らの攻撃に備えると称して、字も動かしたのである。10月7日、軍師根頃金石一氏、大藤信元の進言によりとかを終えた北条軍は、小弓軍と河野台の北の相模台、 現在の松戸市で衝突した。はじめは、小弓軍優勢であったものの、次第に、数で優勢な北条軍が押し始めた。しかも、弟、元頼や、息子、義順の内地に法が入った義明が逆上して、北条軍めがけて自ら突撃を図り、北条軍の兵士の弓に当たって戦死した。里見義隆は、義明戦士の情報を手にするや、 結局一度も交戦することなく、戦場を離脱、小弓軍は崩壊したのである。勢いに乗った北条軍は、小弓城を続いて、マリアツ城を抑えて、マリアツ神王を降伏させて、再びイボアに、信孝を、マリアツ氏当主にした。この戦いの結果、北条氏の勢力は、下宇佐にまで浸透することになった。一方、吉明の戦士とマリアツ信孝の復帰によって、 勢力地図が一変して、権力の空白域と化した、カズサ国南部にはこの戦いでほとん、無傷であった、里見義隆が進出し、マリアツ氏の支配下にあった、クルリ城、大滝城などを占領して、暴走半島の大半を支柱に収めることになった。なお、近年において、義昭の最終的な攻撃目標は、鎌倉ではなく、 下宇佐国石屋土壌であったとする説が出されている。足利義明は、河野大合戦の4ヶ月前の6月に記された、関東管理下見杉県政の書状では、義明の目標は、石屋土壌であるとする見解が述べられている、小林文書。石屋土壌は、当時の下宇佐北部における水分、交通の重要地点であるとともに、古学房の最大の市場であった。 正当な小学帽であると主張する義明が、その本拠である小賀御所を占領するために、関宿城を必ず抑える必要がある場所であった。実際、義明は小弓城入城以来、関宿攻略の意向を、里見義道、吉高の小じら自派の有力者にたびたび伝えていた。小弓から関宿に向かう、最短距離は、本社僧城から陰馬沼、 北地川を経由する方法であったが、本佐僧城は、小学坊と結ぶ千葉市の本拠地であり、同市の抵抗を受け、帰って自派の薄石が、千葉市に屈服させられるなどを困難を極めた。そこで吉明は、千葉市の勢力圏の外縁である河野台を占領し、ここから太井川、江戸川を遡って、関屋土城を目指したと考えられる。実際に吉明は合戦前の6月に、 河野台の近くの愚法寺に対して治療の安堵を約束する文書を発給しており、河野台の確保は事前に計画されていた可能性を示している。ところが、河野台の対岸の火災場までを支配下に置いた、北上氏としてはこの動きを容認できず、吉明の意図を阻もうとしたのが、今回の河野台合戦であったというものである。第一次合戦後、河野台は、 千葉市の重臣小金城主、高木種吉の所領になった。千葉市が、北条氏の参加に入るとともに、同地も事実上北条領となる。A66 年、1563年、北条氏康と武田信玄が、上杉謙信法の武蔵松山城を攻撃した際、謙信の要請を受けた、里見義隆が、着南義弘を救援に向かわせた際に、 河野台でこれを阻止しようとする北条軍と称したとされる。後世、この戦いを翌年のものと混同されてしまっている。結局、里見軍は上杉派の太田助政らの支援を受けて、武蔵には入ったものの、松山城が陥落したため両軍とも撤退している。一般によく知られている第二次合戦のきっかけは、この直後に由来する。同年の暮れ。 北条氏安の配下であった、江戸城の首相、大田康介が仕組みへの不満から、同族の大田助政を通じて、上杉謙信への寝返りを図って失敗し、助政のもとへ逃れた。謙信から助政、康介救出を依頼された、里見義弘は、翌永禄7年早々に、暴走諸将を率いて出陣し、1月4日、河野大城に入った、その数1万2000と言われている。 単独での迎撃は無理と判断した千葉氏は宇治安に援軍を求めた。北条軍も二万の兵を率いて、直ちに出陣した。7日、北条軍は江戸城を出て、里見軍を攻撃する。だが、先人の江戸城省である、東山綱影、富永直勝は、安助の離反を察知できなかった責任を感じるあまり、本体の北条綱重隊よりも先行突出して、 現在の説の私付近を渡り、江戸川を越えて、河野台、市川市を攻撃するが、里見軍の反撃にあってしまった。遠山と富永は戦死し、遠山の娘無子だった利利城主、北条軍六十四条を配下、現在の東京都足立区辺の舎利元太左衛門、京中も戦死した。安助と高城種立、種吉の子も、また、遠山綱影の娘姉妹、無子で、 これらは皆、遠山市の身内であった。ト根リツ忠タダに嫁いでいた遠山の娘は、男児の伊佐武丸を生んでいたが、慶中の戦士後に娘は、大道寺正重と再婚し、伊佐武丸は、正重の養子となり、後に、大道寺早と、大道寺直秀を名乗った。この敗戦によって、高城種田千葉軍と北条軍で、里見軍を攻撃する連携作戦の計画は大きく、 狂った。この勝利に気をよくした、里見義弘は、出陣が正月早々であったことを排除して、兵士たちに酒を振る舞う。だが、遠山、富永の早い段階での改造によって、主力を結果的に温存することになった北条軍は徹したと、見せかけて、翌8日未明に再度江戸川を渡って、里見軍に野襲をかけたのである。主演の後の里見軍は、大混乱に陥った。 さらに、北条軍の工作で、里見軍の主力である、時た目より、一説には、吉弘の外外も言うが吉弘を裏切って、戦場を離反。筆頭重臣、正木信繁は戦死し、吉弘は同じく重臣の安政身元が身代わりとなり、合戦直前に、里見側に寝返ったために戦場に持参してきた、土家上主、坂井丹江寺救出されて、やっとのことで戦場を脱出したのである。 近年になり、こうした合戦の経過記録は、A66 年1月の戦いと、翌 A67 年1月の戦いが混同されて出来上がったものであるとの考えが有力視されている。6年にも本格的な戦闘があったとする資料の存在が明らかになり、従来は7年のもののごきと考えられてきた記録も、単純にごきと信じるわけにはいかなくなったからである。 1>, 1月8日未明の奇襲については、A66 年とする記録があることに加えて、現存する北条氏による、発給文書において A67 年の戦いで、里見軍を改装させた日付を2月18日としているものが存在する。いずれにしろ、A67 年の戦いの後、北条軍は一気に、上佐にまで進出して、時田目よりに続いて、正木と時ただ、 と気持ちの弟を服属させた。だが、苦境に立った、里見軍は帰って積極的な軍事行動によって、北条軍を牽制した、吉弘の本拠でありながら、長く、北条軍に占拠された佐抜城を、里見氏が奪還したのは、第二次合戦直後とする説もあ、そして、三船さんの合戦での勝利により、北条軍の安保遠征を失敗に追い込み、 両氏の戦況は再び膠着するのである。河野大城氏は現在、里見公園として整備されており、城跡に江戸時代後期の文政12年、1829年11月に建立された里見軍将兵の供養塔がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。